大丈夫ですか？私はカルメンよ。夫のロドリゴが最近様子が変だと思ったら、ある女性と会ってるみたいで。ちょっと待った。夫婦の問題を相談したいなら僕じゃない方がいいかも。違うのよ。彼女悪い人間とつるんでるようなの。夫も巻き込まれたかもしれない。怖がってるけど何も話してくれなくて。調べてみる。次に彼女に会うのはいつ？今夜、グリニッジのデトックスセンターよ。了解。心配しないで、様子を確かめてくるよ。手振ってもらえる？センターは遠くないな。ロドリゴの写真を送ってくれたみたいだ。よし、探してみよう。あれがロドリゴか。すごく不安そう。彼女を恋人には見えないな。写真を撮ってカルメンに確かめてみよう。隠し事はなしよ。分かってるよ。角度最悪、正面から撮ろう。図面を渡せば済む。完璧。なるほどね。これな。なるほどね。上を見ろ。後で話そう。あれがロドリゴか。すごく不安そう。彼女を恋人には見えないな。写真を撮ってカルメンに確かめてみよう。隠し事はなしよ。分かってるよ。あの写真が世に出たら俺は終わりだ。図面を渡せば済むのよ。撮れた。完璧完璧。このことを外に漏らしたら写真をばらまくからね。図面か。思ったよりヤバそうだな。あの女を追いかけて真相を突き止めなきゃ。カルメン、写真をアップロードした。その人に見覚えは？いえ、見たことないわ。何を話してたの？彼女に脅されてるみたい。何かの図面について話してた。夫はアトランティックシティのカジノで警備をしているの。強盗の計画かもしれない。でもまずはもっと証拠を集めないと。私も手伝うわ。分かった。図面をどこに持ってくか調べる。また後で。別の犠牲者？共犯かも。写真を撮ろう。いいアングルで撮れる高台がないな。あそこは高圧線の真下か。完璧なショット。写真を見せたらすぐしたかったわ。ロドリゴはいいかもだぜ。ボスが喜ぶ。図面を見せる。こりゃ完璧だな。俺はそろそろ行く。ボスが待ってるからな。これまでにない大当たりになりそうだぜ。楽しい。何人関わってるんだろう。あの男をつけてみよう。ダメだ、見つかる。地上から奴を追わなきゃ。どこで降りるんだ？地下鉄のナビシステムを使えば電車の経路を追えるはず。カルメン、女が高圧線の下で男と会ってた。ロドリゴの知り合いかも。写真を送るよ。
デショーンよ。ロドリゴの大学時代の親友、強盗の罪で刑務所に入れられてたわ。カジノの図面と元強盗か。まずい組み合わせ。他の仲間も調べてみるよ。カジノを襲う気ならドライバーと金庫破りが一人ずついるはず。犯罪映画によくあるでしょ。それっぽい。何か分かったら連絡する。どこで降りるんだ。地下鉄のナビシステムを使えば電車の経路を追えるはず。カルメン、女が高圧線の下で男と会ってた。ロドリゴの知り合いかも。写真を送るよ。これでショーンよ。ロドリゴの大学時代の親友、強盗の罪で刑務所に入れられてたわ。カジノの図面と元強盗か。まずい組み合わせ。他の仲間も調べてみるよ。カジノを襲う気ならドライバーと金庫破りが一人ずついるはず。犯罪映画によくあるでしょ。それっぽい。何か分かったら連絡する。終点か。駅の出口に先回りして出てくるのを待とう。オフィスビルに向かってるな。図面を手に入れました。よし、画面でスケジュールを確認しよう。ホワイトボードに名前を書く。地図に配置を記しておく。ローマンがドライバーだ。まだ子供です。兄貴の息子だ。信用できる。もう決まったことだ。もう金庫破りを迎えに行ってるし。動き出した。必要な証拠は揃った。それじゃああの車を止めに行くか。計画ぶち壊すの大好き。やあカルメン、旦那さんのお友達一行のアトランティックシティツアーはキャンセルしといたよ。ありがとう。夫とも話したわ。強盗に向かうデショーンを車に乗せてて、それをネタに脅されてたの。でも彼はデショーンの本性なんて何も知らなかったわ。警察の知り合いに言っておく。
助けてくれるはず。旦那さんが脅しの内容を証言してくれたらね。しなかったらデショーンより私の方が怖いって思い知ることになる。どうもありがとう。みんながみんな僕のファンってわけじゃないよね。